大阪府第6区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1964年に、大阪府第1区より分割され設置された。定数は3。1992年公職選挙法改正以降の区域は、以下のようである。小選挙区制度導入後、中央区、天王寺区、生野区は、大阪府第1区、安倍の区。 東住吉区、平野区は大阪府第2区となった。1989年公職選挙法改正当時の区域は以下のようである。1975年公職選挙法改正当時の区域は以下のようである。1964年公職選挙法改正当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数、52万8430人。投票率 63.、63.48%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、50万7054人。投票率 65.、65.94%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。 執行当日有権者数、50万665人、投票率 67.、67.17%。第37回衆議院議員総選挙12月18日執行、当日有権者数、49万7039人、投票率 59.、59.22%。第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数。 514,614人、投票率 67.、67.55%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、518。524人投票率 60.、60.62%、第34回衆議院議員総選挙12月5日、執行当日有権者数、545,573人。 投票率 63.、63.55%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、586,125人、投票率 60.、60.16%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行、当日有権者数59、596,510人、投票率 56.37%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、558,137人、投票率 64.、64.97%。ありがとうございます。